ちは、こんばんは、テーブル動画のゆうです。サッカークラブ育成シミュレーションこの曲が始めたいと思います。今回の相手はエドワード欧州です。強いはず。村はありますね。特にキーパーのバースがちょっと強すぎる。簡単に点を取るのは難しいと思った方がいいでしょうって前も言ってたな。今日1対0で勝ってますね。このスタジアム何分勝ちかな。効果かな。あとやっぱり敵地で勝ったっていうのも大きいのかもね。順位と連動してると思ったらそうでもないんですね。いいパスだったのにシュートできるかな、決まったかなと思ったんですけど、その後は油断なのにノーホイッスル。いいですね、緑。そっちこの上がり方はすごい。点入るチャンスだったんですが最後は決めきりません。ファルカー、その時つきまとりすぎだ。おっとクリア、2度ピンチがありました。これはちょっと厳しいか。自分で決めそう。練習選手権緑がフランカルバーズ決めまして1対0先制いたしました。もう得します。緑しっかりと決めました。か、これはもうナイス。これはファールを取りました。もっと痛いか。トビアスバーズ、さすがの能力値です。おキャ
ピンチ。勇気を抜き切って、前半終了。中盤がちょっと疲れ始めてますね。勇気当てしてもいいかも。右から左に攻めます、後半は。どういう使いが変わってきたの？趣味の方を変えますか？反則すれすれですね。あっと1点差に追いつかれた。1点差に迫られたか。前の前に当たってミランコへ。残り20分、冷静に決めた。ああ、決まらない。ノーゴール。必死のクリアです。クリアが本当に押し込みますが。出てますね。さあコーナーキックです。クリーンの次はショートコーナー。ゴール前3点目、これはでかい。最後決めました。時間は短いです。あとちょっと。さあもう1点取ろうかという勢い。くるみ、これは決まらない。終わりました。
先制したのはクラーカリバーズ、右から緑、すまず横取り、この2点目大きかった。ですね、反則すれすれ、ただここで取れてしまいますね。そこは崩れて2ランゴに捉えて1点差に迫られます。これは大きかった。ショートコーナーからマナミがうまいスペース、センタリング、そして最後緑が目にかかるんですが、これは残念でした。お、ボールの支配率やシュート数は圧倒的ですね。2に対してこれはすごい。ちょっと課題を3ついただきました。これで2位です。首位は筑波田川。なんとか捉えておきたいところ、9勝4敗3引き分け、サンダーボルトか全9位のチームです。まあでも強いですよ。特に気合いだーがじゃないけど、フィジカルが強い。スタミナかこれ、まあ、とにかく強いです、まあ、それはこの N1 チームいずれも言えることですけどね。残留決定ですね。さあこれ全員女子選手となっております。この女子選手獲得などが難しい制約がありますが、それもハンデとして乗り切っていきたいと思います。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。カルチョビットはこれまで遊んだ記録プレイリストとして説明欄に記録しております。 URL 載せております。ぜひご覧ください。説明欄にはブログ、ツイッターのアドレスを載せております。よろしければこちらをご覧いただければと思います。ツイッターはライブ配信のお知らせもしております。ぜひフォローお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。動画